お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。いきなり、乱世双雄の最終巡目前の画面からスタートですが、ちょっと、気になってることがありまして、このまま、最後まで生存したら、どうなるのか？運よく、他の二人も、止まってくれてますので、見てみましょう。最後まで、ゆっくりしていってね。このまま待ってるのもあれなので、ちょっと飛ばしますねー。見事に、三人で放置プレイ中です。ま、見ての通り、撃破数に差があるので、このまま終われば、この順位なんだろうなぁとは思いますが、本当に、そうなるのか、検証してみましょ。さて、そろそろ、終わりですよ。私が、3位なら、ランキングの通り。違うなら、生存者が同率ってことですねー。はい。ということで、戦場ランキングの通りで終わります。なので、最後まで残ってて、順位が下なら、積極的に、攻めていった方が良い感じですねー。ということで、今シーズンの私の成績は、王者98で終了しました。王者ランクに到達してた、最終週は、早めに負けてもいいかなーって思ってまして、積極的に攻めに行かずに、街一辺倒だったのですが、運よく、上位に入れちゃいましたねー。ま、撃破数の少なさを見ていただければ、わかると思います。そんな感じで、うまく逃げ回ってても、上位入賞ができちゃうんですねー。ということで、今回は、乱世双雄で、最後まで複数残ってる時は、どうなるのか？を見てみました。撃破数が同数の場合は、また違う結果になるのかな？うまく、検証ができた時は、またお知らせしますねー。それでは、今回はこの辺で。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってねー。